どうも皆さんこんにちは、三浦です。育てて日本人形、やっていきましょう。成仏寛容拒絶全部エンディングを終えてまだあるということでね、育てていきましょう。多分途中まで進化が全く一緒だと思うんだよね。そうだよね。なんでちょっと分岐点が来るまでちょっと飛ばしていきたいなと思います。手紙の内容も全く同じ。そうだね。さあ、ここまで来ました。で、今まではこの次の段階でジュジュジュが出てきてしまうんだけど、今回はどうなるんだろう。ここまではいいんだけどね、毎回。さあ、次多分分岐点が来ると思う。ダメなんだ。またジュジュジュなんだ。うん、ここまで全く一緒だった。で、いつもこの次で分岐点、成仏寛容なんだっけ、拒絶の選択肢があったんで、さすがにこっからは分岐点あるでしょう。嘘、法要っていうの増えてんだけどまあこれ選択というかもう法要しか残ってないから、でも抱きたくないな、あれ。本当にいいのってこれしかないからね。うわー、鬼になってんじゃん。般若だよ、完全に。お母さん、お母さん、あはは、全部消えた。みんなみんな、大嫌い。やばいことなってんじゃない、なんか。やばいことなってる。違う、顔がでかいな。うお、すげえ重い。こっからすげえ重くなった。今回はちょっとエンディング迎えたいなと思ったんだけど、ろうそくがあまりにも重すぎるから途中までしか行けないこれ。うわぁ、仮面外れたけど気持ち悪いの出てきたな。お母さん、お母さん、たくさん殺したよ。真っ赤な液体たくさん、やめられない。やばいじゃん、今までで一番やばいよこいつ。まあ、今回はちょっと、いけるとこまで行きましょう。あと2段階か3段階ぐらいしか行けないと思うけど。仮面全部外れんのかな？外れた。しかし着物の色が黄色から赤になった。お母さん、お母さん、なんで育ててくれるの？私、ジュジュジュなのに。殺されるのに。俺殺されんの？俺殺されんの？あ、でもなんかまだ仮面被ってるような気がしない？あ、そうだ、やっぱそうだ。顔でかいな。お母さん、お母さん、ダメだよ、逃げて。殺したくない。絶対殺しちゃダメ。呪いなんていらない。その顔はどんな顔してるんだろうね。結構可愛い顔してたりして。来たー。可愛い可愛かったわ。ちょっと不気味だけどね、でも。お母さん、お母さん、誰かを大切に思うこと、それだけでこんなに軽くなる。知らなかった。うん、お、どんどんいい感じになってんじゃない。お母さん、お母さん、出会えて幸せだったよ。大好きだよ。いつまでも元気でね。バイバイ。
最後のバイバイ怖いな、なんか。どういう意味があるんだろう。でもなんかありそうだよね。だって最初ジュジュジュだったんだよ。怖い怖い怖い。さあ、そろそろ限界だけど。あ、よかった、エンディングで。よかった、本当に。大好きだよって言われた。たくさんの優しさ。ありがとう。私たち、もう迷わず行くね。ここまで育ててくれてありがとう。生まれ変わったらお母さんの子供になりたいな。名前はね、ジュジュジュがいいな。怖いすぎるだろこれ。なるほど。なんかハッピーエンドっぽく見えたけど、やっぱり正体はジュジュジュだったのかな。いやー、これでもう全クリなんですかね。まだ続きありそうだけど。うん、とりあえずどうやってもジュジュジュが出てきてしまうっていうね。そう、般若が出てきて、なんかこの子なんか見たことあるな。芸能人でなんかいそうだね、こういう顔の人。あ、これ全クリじゃん。心優しいあなたへ、あの子を助けてくれてありがとう、お母さんより。うん、これで全クリなんですね、おそらく。日本人形が夢見た妄想。お母さん、お母さん、普通の女の子みたいに生きてみたい。嘘でもいいの。幸せになってみたいの。裏切ったな。これどういうことなんだろう。私たちの苦しみを忘れ、一人だけ幸せに。妄想だろうと絶対に許さない。デビューしない。こういうのがちょっと可愛らしいんだよね。こういうの結構可愛らしい。あ、もしかして今妄想、あ、ちょっと変わってる。タイトル画面が変わってる。なんか幼稚園児になってんだけど。ん？日本人形をジュジュジュから助けるため、日本人形とお話を繰り返して幸せにする方法を見つけ出そう。あ、まだ終わってねえのか。ジュジュジュはあなたの育て方をじっと見てるよ。あなたの日本人形への愛情を試したいみたいだね。日本人形からの質問に対して運命の選択にちなんだかな返事をすると満足するみたいだよ。頭を使って頑張ろう。失敗すると日本人形は遺書を残していなくなっちゃうよ。ジュジュジュに認めてもらえるよう諦めずに何度も挑戦してね。あと、古い文献に書いていたんだけど、タイトル画面にひよこ集いし時、真実への道は開かれん。一体何のことだろう。遊ぶ画面で放置するとジュジュジュが怒っちゃうみたい。くれぐれも気をつけてね。
なるほど。ということでまだ終わってなかったんですね。はい。もう僕はもういい加減エンディングっていうかもう終わりにしたかったんですけど、まあ続きがあるということで次回からねまたやっていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。